世界遺産東寺。京都で行ってみたいお寺、寺社仏閣、当時8位なんですけど、国宝なんかもたくさんあって、学べば学ぶほどこう好きになるような、非常にポテンシャルあるかなと思います。この日行われていたのは、これから開業するホテルの研修会。当時の近くで倒産したホテルを復活させるため、当時の魅力について話し合われていました。これ稲葉さん、何でしたっけ？どんな方でしたっけ？仏教界一のイケメン。仏教界一のイケメンがいるんですね。興福寺の阿修羅像と、この当時の帝釈天が仏像界の中では二大スターでいるんですけれども、そのうちの一体が、あると。手掛けたのはホテル業界大手星野リゾート。どうぞこちらですね。ホテルの中ではなく町全体に活路を見出します。当時の正門の1200年前にできた時と変わらない姿で時空をこう旅するような、観光都市京都に参入した星野リゾートが考える狙いとは。新型コロナウイルスがいまだ猛威を振るう中、星野リゾートは京都市内で今年開業する3施設のうち2つのホテルをオープンしました。星野リゾートといえば、1泊13万円を超える星野や京都といった高級なホテルのイメージですが、今回オープンしたのはビジネスホテルの内装で、オモという低価格で宿泊できるホテルです。京都市観光協会によると、昨年度、市内で廃業した宿泊施設は570件以上。新型コロナウイルスの感染拡大が影響したとみられます。去年4月、ホテルを運営する WBF ホテル&リゾーツも経営が立ち行かなくなり、民事再生を申請。そこで星野リゾートは、営業が停止したホテルに対し、外装や客室はほとんど変えず、運営を担う形でホテルの再生に乗り出しました。そこにあるものを、我々としてはこう蘇生していくというか、あるものをしっかり使いながら、大きな投資をするというよりは、施設プラスその町全体をどう表現するか。オモブランドが目指すのは、リゾート地よりも観光客が多く訪れる都市部に宿泊し、ホテル周辺の地元の観光スポットや飲食店を巡る都市観光ホテルです。ビジネス客をターゲットせずに観光客をターゲットすることによって、十分にその観光客用の施設サービスに投資していく、それがオモというブランドの、ユニークなポジションだと思ってますし、その差別化がこれから その供給過剰の都市ホテルにおいてはすごく大事なポイントになってくると思ってます。そこで考え出されたのが、いや、皆さんこんにちは。こんにちは。私ですね、先達オモレンジャーの石橋と申します。よろしくお願いします。皆さんはこう当時にオモレンジャーとは、地元を深く知る旅の案内人で、オモブランドが起爆剤として打ち出したサービスです。タイムスリップを、宿泊客をホテルに留めるのではなく、街に連れ出し案内します。ホテルは東寺や京都駅から歩いて10分ほどの距離にあり、周辺には創業100年を超える老舗など地域に根付いた店が多くあるのが魅力です。この日は星野リゾートの関係者に対しツアーが行われました。どうぞこちらですね。一応こちらが当時の正門の南大門という門になります。車の喧騒はほぼ聞こえなくなりました。
ここはね、もう1200年前の平安京でございます。ありがとうございます。目を開けていただいて、オモレンジャーが誘うのは平安京の世界。どうでしょう、今目に映っているのは1200年前の。なんでタイムスリップかっていう話をすると、当時は1200年前からも位置がほぼ変わらずに残ってるんですね。とっても貴重なお寺でして、で一応、ね、あちらの像がですね、弘法大師、空海との関わりなどを豊富な知識を交えながら当時の見どころを巡ります。お伝えしますんで、世の中にめっちゃ仏像っていろんな数あるじゃないですか。でも端的に説明すると、もう4つしかカテゴリーないんですよ。如来様が一番こうランキングが高い仏像でして、その後菩薩、明王、天の順番になってるんですけど、どういった状態かっていうと、如来っていうのが修行が終わってこう悟りを開いた状態で、菩薩というのが修行中の状態なんですね。明っていうのがまだ修行に入る前で悟りも開いてなくて、天っていうのが四天王とか剣とか持っててガードマンの役割をしているのが天なんですね。はい、チーズ。もう一枚いきます。当時をめぐる90分のツアーはこれで終了です。この中でまたマンダラを表現してうんちくを入れたり、すごく分かりやすく、なんか図とかも持って、とても分かりやすく楽しく、ツアーに参加することができました。あ、こんにちは。近隣の店にもツアーやオリジナルのマップで店を紹介するために交渉に訪れます。オモブランドとして町の既存の施設を活用して集客していくためです。いや、それはありがたいことですよ。それはもう、ね、少しでもこう PR になりますしね。バーッと明るくなってね、南区がもうどんどん発展していくような気持ちになりますね。運営としてましてはですね、まあ、苦しい部分ももちろんありますけれども、前向きに捉えまして、まあ、逆に地域の皆様とこうしっかりと打ち合わせしたりですとか、アフターコロナに向けてのどんな取り組みができるかという、そういったことをお話しできる時間がまあ得たと思いながら、ちょっと運営進めていければと思っております。ありがとうございます。コロナ禍で観光業が疲弊する中、ホテルの再生に乗り出した星野リゾート、地域を巻き込み観光客を呼び込む戦略は功を奏するのでしょうか。